コドレアは、ルーマニア中央部のブラショフ県に属する都市。ハンガリー語名は、フェケテハロム、ドイツ語名はザイデンである。13世紀、マグラコドレーヌ近郊に、ドイツ騎士団によって、シュバルツブルクという城塞が築かれた。この城の名前は1265年の文献に、初めて登場する。このことから、コドレアは、ドイツ人によって築かれた町とされる。市外には、 ブルツェンラントで最も大きい要塞教会がある。下記で知られることから花の戸と呼ばれる。ルーマニア語名はラテン語で、なんとか広報という意味の指正寺であるコデラ、またはスラブ語派で夜間を意味するコートルが由来とされる。前述のマグラコドレートは夜間の丘という意味で地形が夜間に似ていたためそう名付けられた。ルーマニア語で マグラという単語は大きな丘や小山、高地の森を指す。ハンガリー語名も黒い丘を意味するフェケテヘジが語源とされる。ドイツ語名の由来は定かでないが、養蜂家という意味のザイドラーから来ているのではとの説がある。1890年の時点では、総人口の67%がドイツ人、30%がルーマニア人、1%がハンガリー人。 2%がユダヤ人やその他であった。1930年にはドイツ人が60%を、ルーマニア人が36%を、ハンガリー人が4%をそれぞれ占めた。2002年の国勢調査時点では、ルーマニア人が92.7%、ハンガリー人が3.8%、ローマが1.7%、ドイツ人が1.5%を占めた。 2002年時点での宗派あり合いは、ルーマニア正教会が86.8%、ローマカトリックが3.7%、ペンテコステ派が3.1%、福音派が2.2%、アウクスブルク信仰告白福音教会が1%、改革派教会が0.8%であった。ありがとうございます。